予算委員会を再開いたします。令和6年度総予算3案を一括して議題とし、休憩前に引き続き質疑を行います。小沼卓美君、はい、えー、休憩前に引き続き質問をさせていただきます。営農 <laughs>、えー、型太陽光発電について問うていきたいと思います。これはあの地元を回ってですね、いろんな声を聞いてきました。なのでそれを総理にぶつけて、それで議論をしたいとこういう指示でやっていきたいと思います。 与党の先生たちからもっと茨城ら弁出していえよという話も伺ったんで、ちょっと強めになっちゃいますけれども、よろしくお願いします。ということで、まず趣旨として、営農型太陽光発電、これに対する趣旨を岸田内閣のにおける位置づけ、教えてください岸田内閣総理大臣。あのご指摘の営農型太陽光発電ですが、えー、っとまず基本的には、 これは農業と発電、これを両立するというものであり、農地転用許可が必要な際には、営農の適切な継続を確認して行うこととしていますが、許可を受けた後の営農状況が適切を言えない事例も見られるところ、農業委員会、あるいは自治体関係者等から、 このような事例に対しては厳格に対処していくべきである、こういった意見を承知しているところであります小沼君。おっしゃるとおりだと思いますが、実際問題、問題が発生しちゃってんだっついうのが私の事例なんです。で、私がいる保護田市っいうところ、総理もあのメロン、ジューシーだって言って食ったところがある保護田しの事例なんですけど、紹介させてください、芋、さつまいもを作ってる農家の事例なんですが、代執農地なんですね。で どうやら地主から消してくれと、なんでだと聞いてみたら、太陽光発電をやるから、返してくれと、こういうような事例があったそうなんです。で、よくよく聞いてみると、実は相場のです、ね、2倍から6倍の地代で、太陽光発電事業者がやるから、転用させてくれというような話が出てきてしまうということなんです。今、茨城の特に保護田なんかの事例だと、榊、浜口とかにある榊ですね、あれをやって、 一応、書類は満たしているよということなんだけれども、それで営農型太陽光発電をやってくるという事例がかなり増えてきてしまっているというような現状があります。ここで聞きたいのは、芋を作っているんですちゃんと食料安全保障に貢献するようなもの、榊、これ自体が悪いとは言えませんが、食料安全保障という観点からすると、本丸というわけにはいかないんじゃないのかなと、こういうものに転用されちゃうかもしれないということになっているわけであります。ここのの事例を聞いたときに総理これは食料安全保障の観点から 適切であると言えないんじゃないか、こう思いますけれども、総理の見解をまずは聞かせてください岸田内閣総理大臣。あのいえっと、今の委員の具体的な例をお聞きする限りは、食料安全保障の観点から、えっと、このかきと芋の比較において、 これは考えなければならない自由である、そのように感じて聞いておりました小沼君。ありがとうございますという話なんですが、実は農地法の関係からすると、書類が満たしていれば、これは営農型太陽光発電の許可をしなければならないと、こういう状況になっていると思いますが、いかがですか。 あのあ大丈夫ですか、事務,か事務方で答えさせますあの佐藤和恵、えー、農村政策部長お答え申し上げます、営、えー、農型太陽光発電につきましては、一時転用許可の手続きを取っていただくことになりますが、えー、事前にその許可の手続きにあたりまして、審査をして、それを満たすことができていると確認できれば、許可をすることとしております。 小沼君と言ったように、許可しちゃなきゃいけない状況になっちゃうんですよ、これが問題点、これが地元保護者の懸念なわけであります。ということで、じゃあ、転用許可基準、これが問題になるわけでありますが、この国会においては、政方針演説であったように、農地の総量確保と適正有効利用、これは総理大臣の政方針演説の言葉でありますが、この法案が出されると伺っています。法案の詳細については問うつもりは今はありません。論点として、営農型にしよう、野立にしよう。 農地転用許可基準、これに変更があるものなのかないのか、これについてはいかがですか岸田内閣総理大臣あの。今般の農地法の改正案ですが、あの農地転用の許可基準そのものを強化するというものではない、これはあのそのとおりなんですが、ただ、内容として、農地転用許可にかかる 事業の実施状況を報告させる仕組み、また違反転用に関する公表の仕組み、これらを新たに設けることによって、この不適切な転用の防止に向けた取り組みを行う、こうしたこの法律となっています。まあ、こうした仕組みの枠組みのもと、この営農型太陽光発電に関する不適切な転用があった場合についても、 適切に対応していくこれらを通じて、営農型太陽光発電の適切な実施も推進していく、こうしたことにつながると考えております小沼君。今の発言で言ってあることについてなんですが、実はそういったチェックというのは、すでに通達で行っていますね。 ににに法律にやったところで形式的には違うかもしれないだけども、結局、通達でやってることだったから、実質的には変わんないんだから、根本解決にはならないんじゃないのかと思いますが、いかがですか、えー、佐藤和農政部長今般の農地法の改正に先行いたしまして、 現在、えー、あの委員が申し上げ、おっしゃられた通知で定めております、営農型太陽光発電にかかります一時転用の許可基準ですとか、営農が適切に行われていることを示す資料の提出、これらにつきまして、農地法の省令を改正いたしまして、明記をするということを行いまして、先行して本年4月から施行していくこととしております。これらを通じまして、営農型太陽光発電の適切な実施を推進していくところでございます。 小沼君ということで総理、今のは形式的に省令で明記するだけでありまして、実際の運用が評価されるというものには思いません。という意味で、それだけでは効果の実効性が低いのではないかと考えますが、総理の見解を聞かせてください岸田内閣総理大臣。あのえー、と今回の、えー、と法案については、営農型太陽光発電に関して、 農地の転用許可を行った後に発覚した不適切事案に対して適切に対応する、これを行うと並んで、事前の転用許可に際して適切に審査する、こういったことが重要であると認識をしています。今国会に提出した農地法改正案においては、 こエ江戸型太陽光発電にかかるケースも含めて、えー、不適切な転用の防止に向けた取り組み、えー、これを行うこととしておりますが、この不適切な実施を確保するために、えー、今申し上げた、まあ、措置を通じて、転用許可の事前、事後、これ、両面において、えー、適切な対応に努めていきたいと考えています。小沼君 事前の基準がそもそも変わらない時前で、実効性がないんじゃねえかなというのが、保護出しにおける懸念事項です。基準自体を強化すべきではないのか、転用基準自体ですね、ということは意見なわけであります。ということで、農政省に聞きたいと思います。市町村は政府が基準を強化しねえからということなので、条例を作りたいと、こういうことを作りたいと言っている条例があります。営農型太陽光発電を含む条例策定に関しましまて 市町村の条例で別途、農地転用の許可基準を定めることは可能か否か、現行法令上の解釈はいかがでしょうか佐藤和恵農村政策部長。農型太陽光発電の設備の設置を含みます農地転用の許可基準につきましては、農地の確保や適正利用の観点から、 全国一律の基準ととしているところでございますこのためあの、農地転用の許可基準に関しまして、別途条例で上乗せする基準を設けるということに関しましては、あの私有財産である農地の利用について、地域間で不整合を生じることとなってしまいますことからあの、現時点では適当ではないと考えているところでございます。なお、農地の確保や利用以外の目的、例えばあの環境への影響ですとか、災害の防止等の目的で、 条例において発電設備の設置の基準ですとか、えー、事前協議の対象とする区域を設定する、こういったことを定めることはあり得ると考えております小野君。公団のことについては、去年の代表質問のところからやっておりまして、これはいいことだなと思うんですが、ここから議論、総理と議論したい、有料農地、この確保とか、災害の防止、これは大事なことだろうなと思うんです。 でも現行法令上は全国一律だから、基準を市町村独自でやっちゃだめだというふうになっている、議論をしたいのは、そういう有料農地の確保とか、食料安全保障という観点だったら、独自に別途市町村でも基準を定めることを認めてもよいんじゃないか、こう思うんですけれども、総理,に対総理はこの意見に対して、どのように考えますか岸田内閣総理大臣。えっと、今の委員のご質問の趣旨。 食料安全、えー、保障の観点からあ、有料地を確保するために、2、えーえー、と、うんそそえー、それは分かりました、それと地域によってこの格差をつけることが必要だ、その2つの結びつきはちょっとよく分かんないんですが、その今、全社の目的のために、地域に違いを設けること。 これがどう,どういう意味があるということで、今、ご質問されたのか、ちょっとそれを確認してください小沼君例えば、保護田とかだったら、大手農地とかっていうのは多くて、有料農地がいっぱいあるわけです。だけど、例外的に許可するよっていうことで、どん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 太陽光発電が入ってきちゃう、これを何とか防いでいくということが重要なのではないか、その上で、例えば保護田だったら保護田で条例を作って、別途、国の基準とは異なる、独自の基準を設けることによって、有料農地を守っていく。 こういう取り組みが許してもよいのではないかということが質問の趣旨です、うん、岸田内閣総理大臣えっと。質問の趣旨は分かりました。えー、と,ところが、先ほど、同性宗から、えー、っと答弁があったように、 全国のこの農地を考えた場合に、地域によって大きな格差があるということは好ましくない、だから上乗せは今は考えないという答弁がありました。ですから、えーとまあ、法律上はそのとおりでありますが、どうあるべきかという議論だと思いますので、今言った委員のこの、 あるべき姿と、今現状と、このバランスの中でどう考えるのか、私自身はちょっと今回の法改正の議論、詳細は承知しておりませんが、一般論として考えたならば、そういう議論になるんではないかと思って聞いておりま小<え> <laughs> 沼君で、総理はどう思いますか、今の意見に対してっていう話、法律改正の議論をするわけじゃないですか。 農政に対する基本的な岸田内閣の考え方を聞いてるんであります、お答えください岸田内閣総理大臣。えっと、えー、冒頭申し上げたように、この法律のこの最大の趣旨は、農業と発電、これを両立、いかに両立させるかということであります。まあ、そういったこことで、まあこの法律も この営農の適切な継続を確認をしながら、この法律を適,正適用していく、こういったことでありますが、ですから、法律はそういうことであり、そして農水省から答弁したとおりでありますが、その議論としたならば、 食料安全保障という観点、これも大事な観点であります、そういった観点とのバランスの中でどうあるべきなのか、これを議論する、これが議論のありようだと思って聞いておりました。法律については、農水省が答弁したと尾沼君。立法府っていうのは、法律を改正することを議論するわけですね。で現行法律はこうだということは分かりました。だから今、総理と議論してるわけですよ。 例えば、地域間での不正が生じるからよくないという答弁が、現行法上はそうですね、だけど、本当にそうなのかなっていうことは、議論としてやるべき姿だと思う、私はむしろ投げかけたい、こういった保護だみたいな有料農地を守りたいんだっていう人たち、そして農業従事者の真面目な思いが、巨大な資本力だったり、経済力だったり、あるいは金融知識だけでくじかれるようなことが起こるかもしれないし、実際にそういったことが起こりつつある、それを防ぐために、 農地転用基準の基準自体、これをもっと強化すべきなんじゃないのかということを私は申し上げているわけです。これに対する総理のご意見を聞かせてください岸田内閣総理大臣。委員のインド、まあ、有料農地を守るために基準を強めるべきであるという意見、えー、その考え方はあ分かりますが、しかし、えー、先ほど私も申し上げたように、今回、 基準の強化をするものではありませんが、その中にあって、この農地転用許可にかかる事業の実施状況を報告させる仕組みですとか、あるいは違反転用に関する公表の仕組み、これらをこのしっかりと実施することによって、不適切な転用を防止できるというのが、この政府側のこの法律における考え方であります。それがこうした この報告,と報告等の仕組みが十分に機能するかどうかということでありますが、政府としては、こういったこの仕組みを機能させることによって、この転用について、この転用の基準について、実質的なこの強化、必要とされる強化につながると考えて、この法律を提案している、こういったことだと考えます。 沼君なあやんねえからうんだことだと、ごちゃっぺって言われちゃうわけですよ、デタラメでたらめだはそういう意味ですな、うん、そういうこと言われちゃうわけですよ。で、現場の意見、もう一個だけ伝えさせてもらいます、許可するのは農業委員会なんです、だけど農業委員会、これは申請があれば、形式的に許可しなきゃなんねえんだと、だから書類揃ってたら、懸念があってもやんなきゃいけねえんだ、ちゃんめと、こういうような話が機械性があるわけであります、これに対して総理、どのように考えますか。先に 佐藤和恵、えー、農村政策部長あの農地転用の許可審査が形式的であるとのご意見につきましては、あの申請にかかる書類審査をもちろん的確に行うことに加えまして、必要に応じてしっかりと現地調査を行うように、許可権者であります都道府県などに求めているところでございます。小沼君 しかしながら農業委員会の所属している人たちっていうのは、一般的な農業従事者であります、専門知識を持っているわけじゃ必ずしもない、そういう人たちにどこまでやるのかっていうことは、現実的に求めることは過度な期待すぎるんじゃないだろうかということは指摘せざるを得ない、農水省とかだって人をどん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 減らしてきちゃってる、実行の体制が本当に揺らいでしまっているということは大きな問題だと思います。もうつつの意見について聞きますこれは せめて第1種農地に太陽光発電をやるのはやめてほしいと、こういうような意見もある、有料農地ででっかいところですね、例外的にやるはずなんだけど、その例外的だっていうことのもとに、どんどこどんどこ横行してきてしまってるんだと、こういう意見があるんですけれども、これに対して政府はどのように考え,考えますか。佐藤和恵農政部長 1> 第1種農地で実施すべきではないという意見につきましては、あの営農型太陽光発電はあくまでも営農と発電の両立を図る。 取り組みでございましてて太陽光パネルの下では営農を適切にしっかりと続けていただくことことれが前提となっております従いまして、そのことによって農業所得の向上に資するための取り組みというものでございますので、こういうことを踏まえれば、営農が適切に太陽光パネルの下で行われている限りは、必ずしも排除するものではないと考えているところでございます。 沼君しかしながら、そういう形式的な書類の要件は満たすけれども、実際にはできていないし、そういったことが横行してしまうのは、果たしてそれがこの国の将来の食料安全保障とか、農地を守っていくということ、これにつながらないのじゃないのかということの大きな懸念があるわけであります。したがってて農農業委員会ちゃんんととととと実質的にに審査でできるるようにするんだというすだいことあはは例えば市村とかせめ第地では やめてほしいと、こういうような意見があったときに、市町村の裁量、例えば条例の策定なんかということも、別途認めるということも考えていいのではないか、政策的に、法律は違うわけですよ、今はね、だからこそこの立法府でそういったことを議論して、やるべきではないのかということをご提言申し上げたいわけですが、総理の見解を教えてください岸田内閣総理大臣。あの農,業農業委員会のありようについて、そして、えー、第一種農地における、 えー、この、うん、この江戸型太陽光発電について、この2つの点については、先ほど農水省からお答えしたとおりであります、えー。農水省としては、その2つの指摘につきまして、えー、この先ほど答弁していた、えー、ような考え方にあるわけであります。あの法律はまあこうしたことで、えー、進めていくべきだと政府は考えておりますが、あその、 食料安全保障という観点から、さまざまな議論があるということ、まあ、これは今後も議論を続けていかなければならないと思いますし、まあ、こういったことを念頭に、実際に先ほど言いました法律が、あこのその仕組みが現実に機能するかどうか、まあ、こういった点については、しっかり注視をしなければならない課題だと思います小沼君、もう一つの懸念点。 外国人の農地取得、これについてもさまざま議論がありますが、やっぱり不安だということで懸念が上がって,上がっているのが、保護大臣の中の実際の声であります。そういう意味で、外国人や外国法人等の農地取得、これを制限すべきではないかと、こういう意見がありますが、今、おそらく政府はそんなことを制限していないと思っています。なんでそういう制限をしていないのか、現状とその理由を教えてくださいあ、えー、事務的にまず1回答えさせます。 えー、村井正,正経営局長お答え申し上げます、えー、農林水産省ではあ、一部の市町村からあ外国人から農地の権利取得の申請があった際、えー、在留期間がある場合の許可が適当かどうかという疑義が生じ、相談を 受け、結果的に許可された事例があると認識をしておりますが、一方で、外国人の農地取得を規制すべきということをです、ね、要望等の形で正式に受けたことはこれまでないというふうに認識をしております。従来から農農地地法においてははの権利取得は 取得する農地のすべてを効率的に利用する、必要な農作業に常時従事する等の要件を満たす必要があるということでございます。このため、地域とのつながりをもって、実態の伴った営農ができると認められなければ、農地を取得することはできず、外国人が農地を取得することは基本的に困難であると考えております岸田内閣総理大臣。 あのまず、えーとですね、外国人のみを対象として、農地の取得を規制することについては、まあ、制限目的の正当性や、また制限手段の必要性、えー、合理性の観点から、これ、慎重な検討が必要であると考えておりますが、この現行のまあ農地法においては、えー、農地を取得しようとする方が日本人であるか、外国人であるかにかかわらず、 取得する農地のすべてを効率的に利用すること、また必要な農作業,を常時、えー、農作業に常時従事すること、こういったまあ条件に適合しなければ、農地取得は認められないとされています。えー、こうしたことから、例えば、投、え、機、ー、的目的などで農地を取得するような外国人、 こういった外国人は取得することが難しいこういったことになると思いますまあこうした制度をしっかり運用することがご懸念に対しても答えることになると考えます尾沼君要はやらないということですか岸田内閣総理大臣今申し上げたあこの 制度をしっかりと運用することが重要だと申し上げております小君要はやらないということですね、運用することだって。営農型もそうだけど、一回入っちゃったら、あとでどうなっちゃうか分かんないと、四死孫損まで農地とかをちゃんと守るということにつながらないんじゃないのかという懸念があるからお伝えしているわけです。で、こういうことを言うと、大抵出てくるのは国際約束との,の関係でということがよく出てくるわけであります。 WTO とかガッツの話ですね。で、あえて聞きたいのは、こういった WTO なりガッツに加盟していても何らかの規制的仕組みを設けている国なり地域が存在していると思いますが、それの理解で合ってますか。北内閣総理大臣。えっとまずあのガッツの約束表に関して、例えば韓国、イタリア、ロシア。 党が外国人による、えー、土地取引について、何らかの留保を行っている、えー、このように承知しています。そして我が国は1994年の月締結時に、えー、月の約束表において、外国人に関する土地取引について留保を行いませんでしたが、まあ、これはこの交渉参加国の利害のバランス、 当時のその我が国および関係国を取り巻く経済社会状況、これを総合的に勘案した結果であると認識をしています。なお、外国人または外国企業が対象に含まれるサービスに関連する土地取得に対する規制措置であっても、内外無差別な形で導入・運用される場合には、 ガッツとの関係で基本的に問題が生じるものではないと考えております小沼君重要土地規制法案とかいろいろやってきてるわけでして最近にはねだから状況は変わってるんじゃないかということは指摘できると思いますもうちょっと申し上げると例えばアメリカ連邦法では規制していないんですけれども州法では別途規制しているとかっていう実例がありますこれに倣うと例えば日本でもさっきの営農型太陽光発電の時で申し上げました 条例とかで別途基準を設けるということも、国際約束の履行という観点から許容されるのではないかと、私は考えますが、総理の考えを教えてください、うんえー、外務省経済局長片平聡お答え申し上げます。 あの先ほどと総理から答弁がございましたとおり、ガッツの約束表におきまして、日本は、 外国人に関連する土地取引について、留保を行っておりません、そのため、そのガッツとの関係において、今、委員申し上げたような形で、法律ではなく、条例等の形で、外国人を差別的に扱うようなことができるのかどうかについては、慎重に検討する必要があるかと思っております。 小沼君慎重に検討してではできるのですか、できないんですか。片平君、はい、あの先ほども申し上げましたが、あの外国人、または外国企業が対象に含まれるサービスに関連する都市規制に関する規制でもありましても、内外無差別な形で導入、運用される場合には、ガッツとの関係は問題がないと考えております。 沼君つまり許されないということですか加田平君えー、ガッツにおきましては、えー、外国人、または外国企業が対象に含まれるサービスに関連する土地規制について、我が国は、えー、留保を行っておりません、でその限りにおいて、えー、内外無差別な形で、えー、導入、運用されるような場合であれば、ガッツの関係では問題がないと考えております。 小沼君例えばじゃあ、オーストラリアでは規制があります、アメリカにおいては州法で規制しています、これは問題あるっていうことなんですか平君、えー、ガッツにおけます、えー、各国の留保につきましては、それぞれの国がそれぞれの形で、えー、留保をしておりますので、えー、それぞれの国の留保の内容次第によるものだと考えております小沼君じゃあ、総理大臣。 各国の状況という話がありましたじゃあ、日本としてこの点についても、前向きに検討するということも一つの考えだと思いますが、総理、この意見についてどう考えますか。岸田内閣総理大臣あの日本としての考え方ですが、あのご指摘の点を踏まえて、一つはこの新たな留保を伏す、こういった考え方があります。うただのののこの約束表の内容 これを修正または撤回することになるわけですから、このガツ、えー、上、この影響を受ける加盟国の要請に応じて、必要な保証的調整について交渉を行うこと、まあ、これが義務付けられておりますので、これはまた、とまあ、具体的にはこの、えー、その相手ですとか、ものによるかと思いますが、えー、とこれは決して、えー、低いハードルではないと。 思いますだからこそ、この留保を維持した維持した上で対応するためには、先ほど来、農水省からお答えさせていただきますように、内外無差別な形で、この措置が運用、あるいは導入,導入される、こういったことが重要であるということから、先ほど答弁させていただきましたように、 あのえーえー、日本人であっても、外国人であっても、こうしたあこのお、えー、取得にあたって、さまざまなこのお、えー、要件を、えー、付すことによって、実質的に、えー、外国人が、えー、農地を取得することが難しくなる、こういった手法を取っていると承知しています。ですからこういった外国人人、えー、日本人 これを差別しない形で、実質的に外国人の、例えば、党規的な所得を制限する手法を取ることが現実であると考えて、まあ、今、先ほど紹介した措置もその一つでありますが、こういった対応を取っている、これが日本の考え方であります小野君。低いハードルではない、分かります。だだから今日は総理だけに通告してるんですよ 考え直した方がいいんじゃないのかということを申し上げているわけですよ。リーダーシップ、外交とか防衛では、めちゃくちゃ勇ましいことは言うんだけれども、なんでこのときだけはなんか勇ましいこと言わなくなっちゃうのかなっいうのは分かんない、ちゃんとこれについても、勇ましくやったらいいんじゃないですかということをもう一回問いたいと思います、もう1回答えてください岸田内閣総理大臣あの、えー。要は現実どう対応するのが最も 有効効的的ででかつ効率的だという考え方であります新しい留保をつけるということになりますと、保障措置等、日本としてこの失うものも出てきてしまう、ハードルは高いということを申し上げた上えで、先ほど申し上げました、国内外のこの差を設けない形で実質的な成果を上げる方が効率的であると。 いうことを考えた上えで、日本としても制度を構築しているということであります小野君。やる気ねえんだったら、そんなのごじゃべだということはもう一回申し上げたいと思います。さて、残りの時間は訪問介護について論点を申し上げたいと思います。報酬の切り下げ、引き下げということは議論がありますので、総理にこれも聞いてみたいと思いますが、これもね、鉾田じゃなくて、次は隣の小美玉市っつうところで聞いてきた話なんですわ。 これ引き下げは問題だというような意見が大多数です。まず総理に聞きたいと思います。訪問介護サービス、岸田内閣においてはどのように位置持けていますか、えー。岸田内閣総理大臣。えーえー、訪問介護サービス、えー、これはあのま、ー、あ在在宅で、えー、高齢の高齢者の えー、暮らしを支える、えー、重要なうん介護保険サービスの一つであると認識をしています小沼君。その報酬引き下げは、在宅でっていうことをあの言っていて、政府がずっと推進してきた地域包括ケアシステムと逆行するものではありませんか、いかがですか岸田内閣総理大臣あの。今回の介護報酬改定においては、 この訪問介護の基本報酬、これは引き下げていますが、一方で、この処遇改善の加算措置、これは他の介護サービスにと比べて高い加算率、これを設定しています。さらに、中山間地域等で継続的にサービスを提供している事業者への加算、また認知症に関連する加算、これらを充実することによって、この訪問介護、 これ、改定全体としては、プラスの改定にしたと認識をしています。したがって、地方包括ケアシステムの構築を推進し、住み慣れた地域でできるだけ暮らしていただく、こうした在宅、こうした考え方を進めるにあたって、そしてそのために在宅サービスを整備していく、こういった方向性との関係において、 今回の措置は矛盾するものではないと考えています小沼君処遇改善加算について、実際にお見た目の事業者から、こういう声がありました。大変だと、取得が大変だと、事務負担が多すぎると、やっぱり人手不足であります、地方においては。だからこそ、管理者とかサービス提供責任者も訪問に行かざるを得ない、そうすると、いや、面倒くせえからトンネルで置くべと、こういう話が実際に聞かされていました。で、さらに言えば、生活援助、この単位数がもともと安価だ でこれがさらに下がっちゃうんだったら、利用制限をかけなきゃならないということの声も出てきました。実際に訪問介護を受けたいと思っているニーズ、おみたまでもどうやら7割ぐらいあるわけであります。そういった人たちの利用者にとっての安全性、安心感、持続可能性という観点から問題なんじゃないのかとある意味思います。さらに言えば茨城、実は北海道について道路が2番目長いんですわ。というところなんで、移動距離だったりということは大変だ。遠方、遠いところに移動もなかなか行きたがらない。 そういった中では、やっぱり訪問介護サービスというところについても、やっぱり基本報酬見直し、これは改善、見直すべきではないかということが、おみたまの事業者からの声です、この声に対して総理はどう答えますか。岸田内閣総理大臣あの先ほど答弁したように、今回の介護報酬改定においては、訪問介護、改定全体としては、プラスの改定をしたところでありますが、 委員の今のご指摘は、地方の小規模な事業者等においては、手続きが大変だとか、それを、このメリットを十分享受できないのではないか、そのことによって、地方にはそうした不安が広がるのではないか、こういったご指摘かと思いますが、その点について、この小規模事業者を含めて、 処遇改善加算の現場で、これ、最大限活用いただけるように、この空をしなければいけない、こういった問題意識は当然持った上で、このオンラインを用いた個別相談、そして賃金体系の分かりやすい見本の作成周知、そして申請様式、これを大幅に簡素化する。 こうしたこの措置を取ることによって、取得を促進していく、こうした取り組みを図っていきたいと考えています小沼君。それについては全然だめじゃないかということについて、他の厚生労働行政等々の分野についての質問は、同僚の高木麻里議員に譲りたいと思います、えー、関連質疑を許します。高木麻里さん 立憲社民の高木真理です関連質問をさせていただきます。